名古屋仙台苫小牧コロズ、石狩集航前の気候時に撮影。名港西大橋を横断する太平洋フェリー、石狩、北上太平洋フェリー株式会社は愛知県名古屋市中村区に本社を置く日本の海運会社。名鉄グループ参加で名古屋仙台苫小牧間において定期航路を運航している。この記事では、 全身の太平洋宴会フェリー株式会社についても記述する。1970年、長距離フェリー開設ラッシュの中で、名古屋鉄道社長で、名古屋商工会議所会頭の土川元の提案により、名古屋財界が中心となり、太平洋宴会フェリーを設立。その後二度のオイルショックで、経営難に陥り、1982年に、 経営改善のために新たに太平洋フェリーを立ち上げ営業権を引き継いで現在に至る。充実した個室や設備等により船旅を扱う雑誌などでトップクラスの評価を得ている。またピアノの演奏やコンサート等のイベントなども運行ごとに行われ船長のトークショーなど珍しい企画も行っている。福島県沖での両船との対抗の際、 極めて接近して行き違うのも乗客へのサービスの一つである。ファンネルのマークは太平洋とフェリーの頭文字 D と F を重ね合わせたものである。また、前身の太平洋宴会フェリー時代は F 部分の応戦が3本となっており宴会の E を示していた。切眼中の石狩石狩石狩基礎北 神の三線体制で運行している。基本的には、石狩と、基礎が、名古屋仙台苫小牧館の直通便、北神が仙台苫小牧館の折り返し便を担当する。石狩は三代目に当たる。2008年、三菱重工業に発注され下関造船所で建造された。2010年8月26日浸水し、 2011年3月13日に、苫小牧発の便から、就航予定であったが、東北地方太平洋沖地震に伴い延期となった。その後、暫定運航開始に伴い同月25日に、就航した。基礎は2代目に当たる。なお、同船は、雑誌、クルーズが選出する、フェリー・オブ・ザ・イヤーを2005年から2010年まで6年連続で、 受賞している。北神は2011年3月11日の東日本大震災発生時、通常運行のため仙台港に停泊中だったが、大津波警報発令を受け緊急離岸し速やかに湾外退避を行い津波による被害を免れた。二代目北神が2019年1月25日に就航した。19時苫小牧発で、 翌26日10時仙台駅、同日19時40分仙台発で、翌27日11時苫小牧駅、27日19時苫小牧発で仙台を経由し、29日10時30分名古屋駅、同日19時名古屋発で仙台を経由し31日11時苫小牧駅が最初の就航ダイヤとなった。以下の一覧にはドライバー室を含まない。 石狩すべて、石狩の画像。石狩東京都港区大和北上福島県、相馬沖この項目では、特に記載がない限り定期航路の運賃、料金について記述する。以下のプランは、いずれも、事前決済が必要となる。電話予約の場合の決済方法は、クレジットカード、コンビニ ATM 収納、郵便振替のいずれかとなる。 海へ出ようから、歌、成田県、入校予定戦闘一覧。2021年12月24日閲覧。ありがとうございます。